サポート行政書士法人の塚本です。熊野です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回は持続化給付金について、説明させていただきます。はい、熊野さん、はい、持続化給付金、もちろんご存知ですよね。はい、ちょっと知ってます。ちょっと、はい。はい、まあ、ニュースでよくやってると思うんですけど、はい、よく見ます。持続化給付金、の対象になる方としては、まあ、会社を経営されている方と、あとは個人事業者として開業されている方になります。はい。持続化給付金の主な要件としては2つありまして、はい、1つ目は、2019年以前から、事業を、している方。で、まあ、今後も、事業を継続して行う方。はい、で、2つ目は、2020年1月以降、コロナの影響を受けて、前年比と比べて、売上が 50% 落ちてしまった方。この2つが主な要件になります。給付の算定方法については、リンク先をご確認してください。はい。ちなみに今回新しく対象者加わったっていうふうに聞いたんですけれども、はい、本当ですか？そうです。今回ですね、2020年1月から3月に創業された方、これは個人事業者、会社経営者の方も含みます。と、あとは、給所得、雑所得で申告された方、この方も、今回対象に加わりました。なるほど。はい。はい。サポート行政書士法人では持続化給付金のサポートをしています。お気軽にご相談ください。ご相談ください。はい。最後の まずはご相談ください。サポート行政書士法人。